写真拡大。ロテ 6-1 日本ハム13日東京ドーム。日本ハムの清宮幸太郎内野手は13日ロッテ戦東京ドームで4番1塁で先発出場。4回の第2打席でサゼンダを放ち、3打数1安打1四球だった。チームは今季ワースト7連敗。清宮は4番はチームの顔だと思いますし、チャンスで多く打席が回ってくるところなので責任は重大だなと思いました。でも、やることは変わらないですし、普段と同じように臨めたかなと思いますと振り返った。待望の快音は1点リードの4回先頭だった。石川の初球シンカーを空振りして2球目。外角147キロ直球をライナーで左前へ打ち返した。2試合連続安打は4番初安打となった。4番初打席となった初回2試3塁の四球で、続く渡辺の先制打を演出。3打数1安打1四球と結果は出したが、栗山監督は4番の座りもクソもない。試合前にチームを勝たせなさいと伝えた。勝てなかったんだからうまくいかなかったということ。自分が毎日4本塁打を打てば勝つんだからと厳しい言葉を並べた。主砲の中田が右手母指たまぶ座礁で抹消。高卒2年目の大砲がプロ102試合目で初めて4番を任された。本当にすごく大切な時期。中田さんの代わり以上の働きをしたいなと思ったので、本当に抜けたのは大きいですけど、なんとかカバーできれば。チームも20歳4番に座った男を孤立させるつもりはない。先生だの渡辺は、中田の離脱はみんなでカバーするしかない。幸太郎に4番のプレッシャーがかかる。自分もカバーできればと思っていたと振り返った。4番清宮について、栗山監督は、今の状況を考えたら何の疑問もなく、昨日から決めていたという。それでも、今後の4番起用については、それは何も考えていない。俺の中でやるべきことをしっかりやるだけなので、と話すにとどめた。まだまだ思うところはある。明日からしっかり練習から意識してやれればと清宮。ドラフト1位、吉田明星が先発する14日。まずはチームの連敗を止める、勝負強い一打を放ちたいところだ。フルカウント編集部。